皆さんこんにちこんばんは、モアです。この度もご視聴誠にありがとうございます。今回の動画は前回の続き、簡単 DIY の第2弾になります。前回の DIY 第1弾は人生カーテンの変更と新しく木目調の壁紙に変更しました。今回は照明関係の DIY をやってみようと思っていますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、それではですね、照明をですねちょっと変えていこうかなと、前々からずっとやりたいと思っていたので、うちのですね照明は全部、色温度として3000から3200ケルビンの色温度に、どこも合わせている LED に変えてるんですけれども、こちらの2つの照明、まああとここ入り口部分の上のこの LED なんですけれども、これも色温度はちょっと高めなんですよね。こんな感じの色なんで、どうしても色が合わないのがずっと気になってたので、ここをですね色温度が3000ケルビンぐらいの LED 照明にちょっと変えてみたいと思います。もう一点ですね、カーテンを隠す化粧板のこの裏っ返しの部分ですね、ここにですね、LED を仕込んでちょっと間接照明的なものを作れないかなと思って、それもちょっとチャレンジしてみようと思ってます。それはこっち側も同じですね、キッチンの上の部分、ここの化粧板の裏にも LED をちょっとつけて間接照明作ってみたいなとちょっと思ってます。とりあえずこいつを外さなきゃいけないんだけど、この配線がこう中に入ってるんで、これを一応だからこの中のもの一回全部出して、でここの辺全部外していかないと配線が、これ外れんの？取り出さないと思うんで、外れるんだこれ。外さないとだって配線変えらんないから。そうしようかなと。じゃあちょっとやってみる。どうですか？いや難しい。ちょっと素人にはわからない。とりあえず外せるネジは外してやったんだけれども、結局この棚っていうかこの板を外すところまで至らなかったんで、ちょっとつけたかった照明がその LED の調光で3段階で変えれるやつ でリモコンでオンオフもできるやつだったから、それに変えたかったんだけども、ちょっと諦めます。だからこの頭の部分、こいつだけをちょっと変えていこうかなと思います。はい、じゃあこいつ外してっちゃうわ。はい、はい、はい、じゃあちょっとできたんで、はい、ちょっとつけてみよう。はい、はい、じゃあスイッチを入れてみますよ。はい、はい、はい、お、こんな感じ。うん、ちなみにこっちと比べて色温度が全然違うの分かる？ちょっとこれ俺カメラ。ああ、分かる。こっちが多分4000ケルビンぐらいのちょっと白い LED なんだけど、今つけたのは3000ケルビンの LED に変えました。はい、ライトを LED 新しくしたんで熱持つかが心配なので、ちょっとしばらくつけっぱなしにしてみたんで、ちょっと温度測ってみようと思います。よいしょ、今温度がだいたい落ち着いてきて、まあ50度、51.5 度、まあ見た感じ上がっても52度ぐらいかな。まあこのくらいだったら、まあちょっと熱持ってるけどまあ大丈夫かなと思うんで、ちょっとこれで使ってみようと思います。
はい、じゃあここ裏両面を貼ったんで、真ん中に結構大きめな穴が開いてるから、こいつを両面でしか固定できなかったんで両面でつけます。はい、よいしょ、よっか、うん、がっちりついてると思うよ。ちょっとつけてみよう。はい、お、いい感じ。いい感じだよね。しまった、この切れ目は裏に見するべきだ。入り口側のところの上、はい、ここ最後、3箇所目。じゃあここも、はい、断面、はい、結構しっかりつけた断面だから、うん、外れなさそうなんだよね。で、検討します。はい、いい感じだね。いい感じ、色温度がみんな、はい、全部LED、室内色温度が統一されて、はい、気持ちいいわ。はい、次にやるのがこの化粧板の裏に間接照明をつけたいなと思ってるんで、はい、そのためにこれを買いました。開けてみるね。よいしょ、テープ LED、まあ、今ロール式になっちゃってるんだけど、テープ LED のタイプ で一応これ USB から電源を取るタイプなんだけども、ちょっとどういうものか、はい、この強さも調整できる、このコントロールユニットがついてるんで、このテープ LED を間接照明としてちょっとつけてみたいと思います。はい、お願いします。はい、どこから電源取ろうかすごいいろいろ考えたんだけれども、このバンクベッドのこの明かり、まあ、これも LED に変えてるんだけれども、このバンクベッドのここから分配して、こう指で打ってって、はい、でここをここだけちょっと穴を開けて、こっからテープ LED を貼っていこうかなっていう。おー、はい、とりあえずここ擬宝子端子で加工して、でこれが分配するケーブル作って、これがテープ LED の、はい、ここも USB から擬宝子端子に変えて接続できるようにしました。はい、じゃあちょっとつないでみます。はい、テスターで調べたら黒がプラスで白がマイナスだった。分かりづらいよね。はい、じゃあ全部接続したんで、はい、はい、じゃあこっち通常の照明と、はい、ここ分配したテープ LED のついた。はい、ついた。はい、じゃあこの後、ここ穴開けて、でここ通していきましょうか。はい、はい、よーし、はい、ここ穴開けました。LED の長さをだいたい、はい、カット、よいしょ、じゃあこのカーテン隠してた化粧板、この裏に貼るんで、もうこれ外しちゃった方がやりやすいと思うから、はい、まあ、外しちゃったんで、点灯テストしてみます。はい、ほよ、ついた。うい、まあ、明るさはね調整できるんで、はい、大丈夫だね。うん、はい、じゃあ実際つけてみますよ。はい、点灯、はい、はい、こんな感じ。はいはい、大変だった？まあ、大変ではないよね、大してね、ここ長押しすると、うん、明るさが暗くなったでしょ。うん、そこまた明るくなって、はい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 、好きなとこに調整できるんで、まあそんな風に長くは使わないかな。うん、まあカーテンとも距離離れてるんで、うん、まあ、そんな熱ないよ。ない？熱ないよ。そう？で一応このタイプはここに人感センサー
がついていて、あとその明るさの明暗のセンサーもついてるんで、まあ、そのセンサーを活かせば夜なんかもしかして起きた時に、トイレに起きた時にパッとついてくれたら楽だなっていうのもあるんで、まあ、その辺も使い方次第だと思うんで、はい、じゃあこっちのキッチン側もこの後作業を進めます。はい、ダイネット側とキッチン側、ダウンライト、間接照明設置完了しました。全部色温度が合ってて気持ちいいし、やっぱ間接照明入ると雰囲気違うね、すごいいい感じ。まあ大まかに大きいところはちょっと終わったかなって感じです。次はちょっとテーブルですね。今ちょっと外しちゃってますけれども、まあ、テーブルを新しいものにちょっと変えていきたいと思ってます。はい、そういうことで最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画も見ていただけたら嬉しいです。それではさようなら。